うん、うまっ。うん、うまい。これうん、うん、すごい。これね、ジューシー。これね、花輪チャンネル。どうも花輪でございます。今日はですね、ママとリュウちゃん、そしてバーバがいますね。ちょっと勝利くんが、友達と遊びに行ってるということもありますけれど も今年一番の、ポコポコ陽気ということでございまして、ちょっとドライブ行こうということで、ちょっと4人でドライブ行ってますけれどもね。どこに行くかと言いますと、ずっと昔から行きたかった相模原にあります、自動販売機の聖地。行きたかった私、ね。ここにちょっと行きたかったんです。行きたかった。もう YouTube でもね、いろんな方がこう、上げてますけれどもね。ゆうちゃんも知らないですか？知らない、全然知らない。バーバ知ってた？バーバ知ってた？バーバ知ってたよね。テレビでなんかね、そうだよね。あ、テレビで、同じ神奈川県ということでございまして、まあ車で1時間弱ぐらいですかね。そうね。ちょうどこのドライブで行くにはいいという場所なんで、一度行ってみたかったんでね。中古タイヤさんなんですよね。だからその中古タイヤでタイヤを交換してる間に、そのお客様が食べれるようにということで、設置し始めたらしいんですけどね。うちにも来たいな。あったら便利じゃん。自動販売機。いや、いらないです。この商品を入れ替えなきゃいけないじゃん。今日行くとこも社長が毎朝5時に起きて、あ、そうなんだ。商品を入れ替えてメンテナンスしてるというね。大変ですよ、自販機屋さんも。そうか。全国から集まるからね。今日ももしかしたら多いかもしれないですね。今日土曜日だから、ね、で結構ね、人気なものはね、売り切れちゃったりするんですって。そうだよね、多分もう売り切れちゃってるかもしれない。ね。さあ、もうちょいで着きますけどね。どこだ、この辺なんでしょうか。あ、もう着きますかね。この近くですね。これだ、これだ、これだ。あ、めちゃくちゃ人がいる。本当だ、オートバイとびっくり。めちゃくちゃ人がいる。さあ、ちょっと駐車で止めましょう。わ、すごい。さあ、到着しました。すごい、やっぱ車がすごい止まってます。見てください。自動販売機ずらり並んでます。うわー、もうやっぱさ、土曜日だから。混んでるんだね。もうそうね、やっぱ観光スポットになってるからすごい人だな。ちょっと見ていきましょうか。すごいよ。もうレトロな自動販売機がずらり並んでおります。すごいね。お母さんもなんか気になるのあったら、ね、パパなんか食べたいなったら、みんなで見ていこうか、端っこから、社長さん、社長さん、すごいですよこれ、何台あるんですか全部で。何、100台ぐらい。100台。すごいね、これ悩んじゃいますね。一番人気は何だろう。やっぱりラーメンですか。ラーメンね。ラーメン。ラーメンに、あとバーガーとかも人気ですよね。そうですね。ハンバーガーとか、トーストとかで。そうそう。すごい、こんなのもあるんだ。そうですね。最近新しい。美味しそう。佐野ラーメンです。これヘイタクちゃんですか。あ、違うか、ヘイタクちゃんです。違う。全然違う。めちゃくちゃ似てる。こういう。食べたい、これ。どんどん食べていきます。あとこっちもあります。これは横浜中華街の。美味しそう。ジロ系ラーメンもあるの、そんなのあるんですか。これお持ち帰りで。そしてこっち見ていこう。フリスクもあるよ。口が臭くなったらこれ。アイスマンだね。アイスもこっちもアイス。アイス、アイス。すごい古いけど全部動くのがすごいよね。本当だ、なんかもうちゃんとメンテナンスしてるから。はい。うわー。ね。すごい。すごいですね。ねえ。これは何だろう。あ、これきつねうどんだ。きつねうどん美味しそう。これも人気なんだよね。長い。あ、今もうやってる、今作ってるんだね、まさに。いやー、いいです。あ、まだこれ懐かしい。ああ。私小学校の時これだったね。瓶のファンタね。飲み終わったらそれさ、お酒さ持ってってね。今ね。一瓶20円ぐらいもらってたよね。返したらね、ママで。本当に。わかる。わかる。ボンカレー。ボンカレーだね。すごい。この人誰だろう。話せないっしょ。ラッコンだ。松井学長。あ、そうなんだ。二学長だよね。すごい。
これでも紹介してたら、これで僕は食べれないし、もちろん。ああ、懐かしい。マックスコーヒー、ミルクセーキ。ああ、懐かしいね。QCC のね、甘いコーヒーたちだ。ハンバーガー食べたい。うん、ハンバーガーしようかね。ハンバーガー食べたい。ね、ハンバーガー食べたいね。うん。じゃあ、買っていきますか。どうだよ、どうだよ。はい、じゃあ、これ買いますよ。お母さん、どうですか。ね。雪切かな。来た、お母さん来ました、来ました。取って、取って。あったかい、あったかい。あったかい。じゃあ、後で食べましょう、それ。肉そばいきます。5秒、早っ。え ?5 秒？え、早っ。できた、今違えて、あ、できました。うわ、満タンに入る。すごいな、これ。え、これはこぼしちゃうな、これ。熱大丈夫だよ。これいいね。もうできてる。もう早っ早っ。え、すごい。これ美味しいんだよね、このミルクティあ、ここでこうやって取るんだ。封印って書いてある。うん。勝利のお土産に。勝利のお土産。爆笑がいくつだって。なんだろう、笑うのかなこれ。あ、これちょっと、あ、ちょっとヨーグルト多め買って。俺大好きなこれ。はい、懐かしい。ヨーグルッペの桃の。宮崎のね、ヨーグルッペ。懐かしい。これ大好き。そう、好きそうですよ。わかる？うまっ。ヨーグルッペだよね。ヨーグルッペだったっけ？懐かしい。懐かしい、美味しい。ちょっとお肉自身聞いてみよう。そうだね。このおみくじも人気なんでしょ。ほら、これすごいもん、これ。やってみて。はい、おみくじしてみたいと思います。うん、来た。わお。何でしょうか。すごい。何？大吉です。そう。本当。ここ。どこどこ？あ、吉大って書いてある。あ、大吉か。大吉。すごい、嬉しくない？って書いてある。あ、アンさんだって。もういいやな。アンさん。あ、小吉。いや、悪くない。小吉だから。うん、まあいい、小吉ぐらいがいいんだよ。うん、小吉。じゃあ大吉、全部大吉じゃなかった。花はチャンネル。こっちにもあるんだ。うわ。ここいいじゃないですか。裏の裏にはこんなものもあります、ね。え、おお、びっくりした。
懐かしい。うまっ。めちゃくちゃうまい、これ。いやー、いいですね。これ、トースト。なんかめっちゃ熱いの。あ、来た。ちょっと、めっちゃ熱いから気をつけてって言われた、社長に。できた、社長に。熱い。え？マジで熱いじゃん、これ。うまっ。嘘。でも爪でちゃんとこう持てば大丈夫。どれ？あ、ちょっと待って、熱いって。熱っ。カツ丼とかもあったよ。どこに？カツ丼。カツ丼。うん。カツ丼食べてみようか。うん。カツ丼とか天丼とか。それいける？あ、いいじゃん。行きましょう。もう一個。点滅してる、ほら。あ、来た。あ、来ました。おお。はい。これは、え、焼きそば。富士宮焼きそば頼みました。あとこっち、あ、たこ焼きね。あとこっち50秒。どうした。あ、じゃあ来ました。熱っ、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 たこ焼き。さあ、ということで、いろいろ買ってきましたけれどもね、うん、はい、じゃあ開けていきましょう。これもそば、はい、りゅうちゃん、じゃあこれで、伸びちゃうから。カレー、どんな感じなんだ。あ、かけるだけだ、これ。かけるんだね。そうだよ。うまそう。おいしそう。温まったボンカレーかけるんだね、うん、すっごいあったかい。ボンカレーおいしいよね、ママも好き。そしてお母さんのとこにあるのが、照り焼きバーガー。はいはい。あったかいですか。あったかい。あ、こんな感じ。あ、はいはいはい。これママが買ってくれました。カツ丼だって。カツ丼、これどんななってんだろう。よいしょ。あ、おー、うまそうなってんだ。あ、おいしそう、ね。はい、そしてこっちはたこ焼き。あ、たこ焼きもこういった形で袋に入ってまして、富士宮焼きそば。よいしょ。うん、おいしそう。これおいしそうね。それトーストですね。これも人気なんだ、こっちは。すごい。なんかもう焦げ目がすごいついてて、はい、中に挟まってんだって。あ、わ、マスタードとハムとチーズだ、完璧じゃんこれ、うん。こっちもトーストで、なんかコンビーフ。あー、ほらほら、コンビーフが。あ、ほんとだ、わ、すごい。はい、はい、じゃあいただきましょう。いただきます。よし、じゃあいってください。どうぞ。ちょっといいよ。おいしい。おいしいですか。よかった。じゃあ、りゅうちゃんもそばね、もう伸びちゃうから。うん、スープがね、熱くて出せなかったからな。いっぱい入ってたね。大盛りをしたわけじゃないんだよね。おいしい。まマジ。で、ママ、カツ丼。あ、おいしそう。うまそう。うん、おいしい。うん、おいしい。そうそう。うん。カツ丼の味。すごい、これ。じゃあ、俺ちょっとトーストいっていいですか。うん、うん。このトーストがめちゃくちゃ人気だっていう話が。そうなんだ。うん。しっかりとこう、焼けてるわけだからね。いただきます。うん。もう、おいしい。うまい？めちゃくちゃおいしい。うわ。これチーズもたっぷり入ってますね。マジで。うまっ。めちゃくちゃうめえ。おいしい。おいしい。おいしいね。おいしいね。おそばもおいしい。あ、おいしい。どうぞ。うん、うまい。うまい。お祭りに来た気分。確かに。まあね、お祭りに来た気分だね。テンション上がるわ、これは。なんかいろいろあったじゃん。足とかさ、子供本当喜ぶよね。ね。うん。うまっ。ピンが美味しいんでしょうか。うん。うん。めっちゃうまい。うまい、これ。あら、あ、社長。え、あれ、なんか。ありがとうございます。
あ、これおすすめ。これも買えるんですか。あ、冷凍になってる。あ、冷凍でね。うわ、社長すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、うわすげえ美味しそう。これ食べれるんですよ、今ね。うわー、美味しそう。大きいな、一つが。でかいね。うわ、でかっ、これ。うまっ。激うまっすよ、私は。美味しい、これ。うまっ。めっちゃうまい。うん。うわ、すごい。美味しい。そしてカレーじゃあ行きましょう。コンカレー。これ。美味しいね。辛さつけたいね。うまいね。コンカレーが今まで食べたコンカレーで一番うまいね。マジで？そんな味違う？なんで？ちょっとこの雰囲気。雰囲気ね。うん。うまい。懐かしい。昭和の。いいよね。これ外で食べるとまた美味しいんだよね。カツ丼だよ。超うまい。カツ丼ですから。いい食べて。うまっ。もうちょっと日が当たるからね。だからか。うん。うまっ。すごい楽しい。100台の自動販売機ですね。まだまだ紹介したい。いろんな人いっぱいあるからね。そうね。さあ今日はですね、相模原にあります自販機の聖地ご紹介しましたけれども、すごかったね。うん、もう最高、楽しいね、こういうのね。人気スポット、ね、いろいろみんなでね、行きたいね。あったかくなってきましたんで、行きたいと思います。はい、最高でございました。はい、まだ食べてますけれどもね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この腕相撲のやつ、あ、懐かしいやってたな。これやってみるか。あ、今だったらね、私がね、私が10代の時流行ってたの。喫茶店で。そんな前なの？インベーダー。インベーダーって流行りだした。そんな前なんだ、インベーダーって。懐かしたね。そうですね。よっしゃー。すごい。すごい。すごい。リベンジ、リベンジ。すごくね、これ。いやー懐かしい。